どうも皆さんおはっこんばんにちはオリジンア火曜日始まりました、はい、私ノーブレイキの歩とノーブレイキブーブーと FM 那覇の大城久間ですよろしくお願いしますさあこの放送はツイキャスでも配信中でございまして皆さんからのコメントもたくさんお待ちしてますはいいい顔のアカウントだと結構 <laughs> あの有利に。<laughs> あ、僕がね、ちょっと読みがちですけれども、はい,はい、<laughs> はいはい、有利に拾っていきたいと思います。うーん、この方からコメントです。<う>え、万代さん、こんばんは。うんっていうなお前。<laughs> <laughs> うんっていうなありがとう。う振りが今ね、振りがあり。はい、はい、かります。お笑いです。お笑いのうんですからね、えー。お笑いです。タケシさん、こんばんは。こんばんは。どうも。ありがとうございます。いつもありがとうございます。 あの振りが聞いてたからより腹立った話していいですか。早いよいいよどうした。あのー、イエスに行ってきたんですよ。はい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 。<日>南部の水族館ね。日曜日お休みだったので。うん、子供たち連れてね三、はいえー、名連れて。あよ、えー、何名？何名る？え一、ー、五名。長女長男。二女三女か四名。四名連れてってちゃんと全員連れて帰ってきた。<laughs> 連れて。やっぱ一増えてなかった。大げさじゃ。 子ど供車乗せるときてんこ取らせますからみんないる六6名なってる時もあるから多いな誰かこのワラファーをあっさってなりますアニゾさんどうもこんばんはアニゾさんありがとうございますヒカルさんむくんブーブーくん大城くまさんリスナーさんこんばんはこんばんは山梨県のラジオネームヒカルです山梨県さんありがとうございますたくさんの方聞いていただいてます嬉しいあのしい家スに行ってきましてねまあ親一人今嫁さんは基本的に赤ちゃん見てるんではい男一人で男親一人で行 いいろろテンパるることもあるんですよそんな中もさすがに僕もちょっと慣れてきてはいたんですが、はい、ちょっとねチョイスミスというかもうご飯ランチ時でね、うん、お昼どうするっつって、はい、あのその複合施設のね、えー、フードコートみたいなのをぐるっと一周しまして、うん、でいまいちみんなピンときてないんですよどれも美味しそうなんですよ、うん、というのもなんかちょこちょこやっぱつまんでたんですよね 子供連れてるとやっぱそうじゃないですかスティックパンみたいなのずっとかましてて、うん、ネズミもそうらしいねネズミもずっとん出ないとだめらしいねあれねネズミもなまあネズミはいないんなんでネズミと一緒にしようとしてるの自分の子供のジョジョの話でまだあ,あったんですよああねネズミを追っかける話 <laughs> でまあその一周したらお弁当売ってたんですよお,お弁当屋さんがあって はいあ何でもあるな食堂だけ食堂というか、まあ、フードコートとは別で、はい、ありながらお弁当も売ってるんだでもあ弁当にするみたいなはあ残ったものたくさんあるだろうな廃棄してるのないやだからいい,いい仕組みじゃないですかそれはだからまあ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 ,まあいいそこじゃないのそこじゃないのじゃ食いついてくんなお弁当にしたんですよはいで 僕がもう、まあ、定番のというか、まあ、タコライスありゃあいいんで僕は、うん、タコライス弁当があったのでタコライス、うん、で三色弁当があったんです三色丼はいはいひき肉卵でうちの子三色丼好きなんで、うん、で大きめだったんで、はい、三色丼をもうじゃあタコライスは辛いから俺が食って三色丼はチビたち3名で食って、うん、長女は、えっと、卵のお寿司,寿司の卵しかないやつはいはい好きだな子供は卵卵好きでしょ、うんうん、それ食うって言って であのー、こうひき肉の部分がかあ、ま、辛いのかどうか気になっちゃって店員さんにこれどうですか味どんなですかって聞いたらタコライスのひき肉は辛いの当たり前じゃないですか。 三色丼の話です。うん、三色丼のひき肉、はい、これってあのどんな味ですか、甘辛いですか、辛くないですかって言ったら、うんあ、甘辛いですよ、小さなお子様でも美味しく食べられてる方、たくさんいらっしゃいますよって。まあ、三色丼のひき肉は基本、辛くないよな。辛くない。うん、でもうばれそうだから、かけ足でいくけど、うん、めちゃくちゃ辛かったんですよ。<laughs> めちゃくちゃゃくく辛て、えー、三色丼のひき肉が <laughs> あのタコライスと同じひき肉使ってるんですよ、あた <ー S 2> 多分 <あー S 2> これはもう、長女がもう宣言してました、これ、タコライスと一緒だよって、<laughs> 味見させたらもうびっくりするぐらい、<laughs> あこれ、辛いなあみたいな、3色ライスだったんだ、じゃあ、3色ライスではなかったけど、<laughs> いやタコライス的な、あー、なるほどね、聞いた店員さんもちょっと若かったんで、まあ、適当に言ってるなじゃないけど、子どもの気持ちわからんなじゃないけどさ。 店員さんとしても、はい、いや、三色丼のひき肉は辛いわけないじゃないですかっていう気持ちでいたのかもな。いたのかもしれない。ただ、俺が食っても辛かったから、うん、あそれも辛いよ。三色丼の。うん、で、一番チビの1歳の子とかも泣いてね、辛くて。痛 <laughs> い痛い痛い,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 い痛いっ,つって。<laughs> かわいそうに。うわ、かわいそうだなってなって。でもまあ、別に腹立つこともなく、まあ、僕のミスだからね、それはいやいや、それ店員のミスでしょ。 まあ、定員のだ定聞いた店員ミスだなチョイスミスというか<ー>若かったのよ <laughs> いや若さ関係ないから別にいやいやだから子供いるいないでなだいぶ変わってくるじゃないですか一言うんそうだまあ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 、うん、だからその辺もちょっと、まあ、一個勉強になって でその後まあお口直しじゃないけど結局もう僕が全部食べて、はい、で子どもたち食べるもんないからもうかといって何食べるかも定まってないし辛い口をどうにかしたいってことでクレープを食べさせて、うん、でそのクレープがねかなりクリームが入っててなんかもうそれのおかげでなんか夕飯のタイミングとかも全部ずれるっていう現象が、うん。<laughs> 起きて、ね、こうは伝わるでしょわかるでしょわ <laughs> かるけどあのそれのせいで夕飯の時間がずれるのよゴーってね <laughs> そういう一日でした日曜日はいやいい一日でしたねえー、大変でしたでその「いいやスってところは、うん、4階になんか恐竜がいっぱいいるなんかいろいろあるんでしょいいやスそう恐竜がいっぱいこういて恐竜の人形がね、うん、でグワーってこう子どもたちを楽しませる場所とあとは「DMM 水族館かはいはいはい そうで、まあ、どっちか行こうかってことで、うん、恐竜がいても恐竜見に行って、ねっていう一、まあ、日でしたね、うちは日曜日、日曜日何してたかな、うんあ、まあまあ野球ですね、ああ、運動会があったや、運動会、日曜日運動会だ、うん、お<ー>運動会おーおーおー、今はどんな感じなの今、コロナで、まあうん、サーネさんもツイートしてましたけど、実はサーネさんと同じ学校なんですよ、ハイバルあそうなんですね。そそそそうそうそうう、えー でえー、っと言わんでいいけどないやあったよっていう話もちょっとしようかなこれで今は、えーっとまあ、ほ,ほぼ、ね、学年順で出るんですよ最初6年生出て次1年生、2年生3年生4年生5年生やって最後また6年生で締めるみたいな感じなの6年生は朝来るでしょ朝みんなな同じなん時間はしあの 出勤じゃなくて、なんていうの、うん、出向っていうの、出勤、出勤っていうの、なていうの、投稿,投稿するの、みんな一緒なんだけど。 だから朝登校するでしょ、6年生一発目出るさ、周り全然いいの、親御さんしかいないわけ、その出る人だけしか、生徒しか出ないわけ、で周り親御さん、その学年の親御さんだけ、でまた2人までしか入れない、あソーシャルディスタンス、もうコロナのせいでね、これでやるんだけど、6年生一発目出たら、教室に戻るでしょ、自分の出番まで授業なんですよ。え教室で何曜日 日日曜日うわ,ーうわーそこに弊害が出てきたか今そ<う>学習が足りてないっていうからね、うん、で他の学年の子たちも自分の出番までは、えー、勉強です授業へえーえー、どこいつじゃあそこに運動会にスイッチするのかな気持ちだからなだから先生が呼びにき来て初めてスタンバイしてって感じでしょそそわそわするぜー 大人でもボートレースしながら何回やってたらそわそわするもんな <laughs> まずボートレースの時点でそわそワだからなもう, <laughs> うずっとそわそうだから<ー>まあっていうのがあって、えー、そうそうでずっと授業でも、うん、めちゃめちゃいいシステムだった正直弁当もないああなるほど親としてはってことねうん楽ちんちんあいこ多いかな <laughs> 楽本当にいいシステムだったでちょうどサーネさんもいて相性なんだねサーネさん1年生だったかなバーッ話してで早原小学校ワーって話したの「ああおいしそおいしそう」って早原小学校にもスターが2人もうびっくりじゃん親御さんたちはそうだねそうだよね単純に統計学でいうとななかなかないですね で GoTo ーイートの話を聞いてサーネさんからどうの話をすごいいいぞっていう、えー、俺いまいちピンときてないんですよ GoTo、ね、イートもうサーネさんあお疲れ様までしサーネイさんあー子供運動会だったんですよそうなんですあーしたらすぐサーネさんお前 GoTo ーイートやってる? <laughs> すぐ」ってや一発目だから「あーええー、どんなんすかやってないまあ聞いたことありますけど<ん>ちょっとシステム教え,教えたよお前に」っつってまあだから人数分ええー、いけば、うん 大人5名、まあ大人じゃなくても、子供5名でもよ、5名で行ったら<う>、えー、1000円以上使ったらだったかな、1>, <う>まあ1人1000円以上使ったら、1000ポイントもらえると。ははい、はいなんかニュースでは、ただその1000ポイントが、ループしてしまうっていうそう、だからご、えーと、じゃあ、大城さんと僕と歩夢で、GoTo イートの店に予約していくでしょ。 まあそんなななことはないけどな <laughs> 仮の話だ行くでしょいや、ピンとこないな,、えー、なんでか例えのイメージがわかんない。やいや、もうめちゃめちゃ簡単だった <laughs> 今いる3名でご飯に行きましたっていう例えだいや、もうないからさ、それは。んそんなかなわない夢これ。<laughs> 夢というか、だってもう十何年一緒にいて、そんなことあるいや、ないけどさ。だからもう入ってこないのだ, <laughs> だからだあーじゃあ、大城さん、あの夫婦、2人で行くでしょ 2>, 2人2人でご飯食べに行くでしょ俺らは <laughs> いやもうややこしい面倒くさい疲れる嫌だ何だから3名で僕ら3名で行くでしょ、うん、で行ったらまあ、えー、じゃあ例えばサンさんがおすすめしてたのがくら寿司おわ焼肉ごえん、はい、あ <laughs> なんかごめん笑っちゃったんだけど、うん 俺そのポイントの話を見る前聞く前に、うん、サネさんのツイッターで5円いったのをまず見てて、何気なしにあ5円いってるんだだった、うんで、くら寿司いってるのも見たわけよ、<laughs> ツイッター。だからあの人は無限ループ狙いでいってるわけ。<laughs> ああ頭いいというかそう、だから人数分でいくでしょ、ああそしたら最初、一発目入りました、そしたら会計が、まあ、4000円でした、ああまあ3000円以上払わんという件から、はいはい、4000円でしたとなったら、えー、と予約したサイトにまず3000ポイント入るんですよ。へー入るね、そしたらこの3000ポイントが約1ポイント1円なので、ああ3000円分ある状態なんですよ。なるほどねででまた5円に行くでしょ、うん ややこしいやこしい1円とか5円とかめっちゃややこしいくら寿司はこのポイントでいろんなところ行けるかわからないけどさねさんにから聞いたのはポイントあるだろこのポイントでまた行くだろそしたら前使ったこのポイント3000ポイントで払うだろそしたらポイントで払ったのにそのポイントにまたポイントがつくんだよえつってえポイントで払ってポイントにポイントがつくんだはあ無限ループよっていうのを学校のあの 中庭で, <laughs> 中庭で一生懸命サウネさんに言われて「<laughs> お前使えマジ使った方がいいよ」つ <laughs> ちょっとね仕組みがというか何に登録すればいいのかちょっと分かんなかったりするんだけどあのーまあ GoTo イ、e、ー沖縄とかですぐ出てきますアプリいくつか「ルナビ」とかー「e パーク」とかいろいろアプリがあるからまあせっかくだからねこういうのあるなら使った方がいいけどねであの当日予約はできません <え>最低前日ああそうなんだ、うん、いやでも前日にもう翌日食うもん決めるって嫌だなだからなそれはあるなんかもう最近の楽しみって明日お昼何食べよっかなとかさ明日の今日の夜何食べよっかなだからなまあでもそれに向けて調整もできるさ明日の夜お肉だから今お肉我慢しよっかなっていやなんかね俺,俺性格がそうなんだろうけど予定とか決めるのあんま好きじゃないやるなじゃあ 別にお前には進めてない <laughs> こういう話があったよっていうだけ誰に勧めてるじゃん <laughs> はリスナーさんかうんわの一人ごとよわ <laughs> の一人ごと誰にも勧めてんからる聞くなそういう人もいるだろうなということでね まあでも調べればいっぱいあるんでしょうねサネさんのおすすめが五円とくら寿司だっただけでその GoTo イートの対象店はた分いろいろあるだろうからあ有名チェーン店とかだったらいっぱいあるだろうね検索してみましたけど対象店舗すごいたくさんいっぱいありますのでちょっと上げきれないぐらい例えば例えばじゃあ上から一番行きたいところえっと上から行きますティーチツあティーチー居酒屋さんね もだしえっとね沖縄やめたんですよね。分からんけど。店長やつやめました。分か店長だったの沖縄で別のはいお店で働いてます。オーナーもオーナーも変わってます。ええ。知らない関係ないし。お客さんからしたら。オリジンのライブの打ち上げとかももうしばらくやってないんじゃない。ライブ後はね。ああもうあれは中止になりましたし。そうですね。はいとか。

あるよでじってるよよって創作うちな料理が自慢、懐石 <laughs> コース3500円よりって,して、うん、しゃぶしゃぶ美味しいですよ。<ー>3500円コース、5000円コースとかもあるし、こういう機会に行くのもいいかもしれませんねだから一、ね、発目は大人数で行った方がいいわけ。あな、ね、な10名までだったかな、この、もらえるのは。なにど,どうしたいわ、人と人をくっつけたいわってなるな。10名で行けとかさ <laughs> ままあまあ東海は2人で行けままあまあ難しいな,な大勢で予約すれば予約するほどいいとかどういうあれなの席数も今減らしてるんだから一番いい作戦は打ち上げだったりなんなりで GoTo イットを使って僕が誰にも何も言わずに10名の飲み会を作って。 普通にみんなお金払ってもらったら <laughs>、うん、俺にだけ10名だから1万ポイント入ってるわけあなんかニュースで見たあこれダメなの <laughs> ダメじゃないダメじゃないそういう人もいるよっていう、うん、なんかそれで個人間のトラブルに <laughs> 発展したっていうなケースのニュースを見た気がするしだからこの1万ポイント要1万円分でみんなが帰った後だったりその後日俺一人で行ったりとか <laughs> そこまでして <laughs> 家族で行ったりとか、うん、っていうことが可能だわけよ分からん人とお前みたいな分からんやつと飲んだらよそれができるわけよ いいやややでもこそこそそそっってんだだろポイントっぽいやつそうだから受付だったりはあるんじゃない、うん、じゃあ新しい方言が生まれそうだなポイント盗るとか、ね、<笑><笑> <laughs> まああるだろうな <laughs> <laughs> ポイントガチマイククレジットカードで払うから払わせてっていう人とかもいろいろモアイヒンギアみたいなことだ、ね、ある <laughs> ポイント盗るって ポイントためや <laughs> ためや来たぜ。だ <laughs> <ー> <laughs> アニア予約するぜ。アニヤが予約するぜ。<laughs> 予約者だけにポイントが入るとかなんかそういうのもあったような気がするんですけど、まああ感じ割りみたいな。うん、まあまあ詳しいのは分からんけどんかだからまあまあそういう。 楽しみ方というか、生活もありますよという感じね、はい、なるほどね、まあ、便利なのは使った方がいいですよね、あれもすごいらしいね、GoTo キャンペーン自体もね、旅行のやつもね、そうね相当安くなるって言ってましたけども、さあ、ツイキャスでもね、あのー、たくさんコメントいただいてますが、前半のコメントで、電波がちょっと悪いみたいで、ごめんなさい、いつもだよ、いつも言われるよ、そうなんですよ、うん、FM 那覇の回線が悪いんですねみたいなことが書いてあって。うん、はい そうなんだと思って調べてみたんですけど速度は結構出てるんですよ<あ><ー>回線速度80メガとかだからあ出る、ね、多分あのオレンジの夜中ぐらい出てますよ <laughs> インターネット10メガとかあれば見れると思うんでちょっとまあでもちろん LAN ケーブルも引いてやってるんですけどだって前の番組はだからどううなんだろうね結構夕方とか、うん、678時,時ぐらいとかそうですか 思いみたいですけどねみんなね仕事帰りながらいろいろ見たり聞いたりしてるんでしょうゃういますが今聞けてるんですからただちょっと状況も把握したいので遅いよみたいなのがあったら全然遠慮なく書いてくれた方がそうですね助かりますありがたいではありますけどはい五本指さんから僕の娘は運動家の話ですねはい富城の上田小学校富城の待機中は教室で他の学年の出し物を見ていたそうですとお教室から見るってこと ってことでしょうね配信してんのかないやいや、ベランダからでしょ、窓からこう入ってきた犬見るみたいな感じで見るんじゃないですか。あの犬また来てる先生やあの先生が外に出すぜ。でもやっぱ教室で見るんだ。え。最近だから、あのね、娘の面談に行ってきたんですけど、ああ、2社面談行ってたね、3社面談だっけなんであの小学校の床って硬いのかね、あんなにね。記憶にあります なんか小学校の床って、硬くないですか,いやかど,どこの床も硬いよ、いや、なんかき急激に硬いというか、すのこあるでしょ、すのこでちょっと足に柔らかさを覚えさせつつ、うん、一歩踏み入れたフロアの硬さよ、硬 <laughs> いだろ、それは<ー>。なんていうの、この会社とか普通の施設、アズァルトより硬いんじゃないかって思うときない <laughs>、うん、でも、膝にきそうだなと思うことは。ガッチガチですよ、うん なんか下からこうパワー感じるぜ <laughs> 逆にもう踏みしめられてるんなんでかなと思って <laughs> いやそういうもんだろどこのもんだのかなと思って、ね、そんなにかそんなに気にかかるぐらい硬い今度じゃ硬さ硬い,いと思うハイル小学校どうなんだろうね新しいからちょっと柔らかめになってるのかどうだろう硬いよ休暇するけどな<ー>今日もねあの子供たちとずっといたんですよ朝から、うん、今日ちなみに何今日休みでしたよね 今日僕はお仕事でしたよ通りじゃないんだねあじゃあ僕は土日だけです休みはああそうなんだ、はい、なのでまあ学校が休みなので、まあ、朝からだらだらしてたんですけど、ね、あのいいことを思いついたというか、えっと、たまにさ出すの変なするお札とかない汚れてたりとかくしゃくしゃとかお店行く時に僕が払う時に払う時に ああどんなのですかねま濡れてたりとか濡れて乾い<僕>濡れてたらそれは出さないよ微小濡れの状態濡れて乾いたであろうなんかちょっとくしゃくしゃの千円とか,とかお尻に踏んでて僕の湿った感じで濡れ <laughs> 濡れて一緒じゃないけど <laughs> あのふにゃふにゃしてるああいやなんていうのか一応なんか出しづらい出しづらいそれは出しづらいちょっとまあちゃんとしてない千円札しかなかったんですよ財布にねうん ねえあの子どもたちと近くのコンビニで、あのーまあ、買い物ねちょっと飲み物買いに行こうぜつって言ってて、はい、でこ,これもうほんとわざとじゃないんですよで偶然あいいかもって思った話よか、あのー、はいはいはい子どもたちが払いたいとお金を、うんうん、自分たちでレジしたいと会計したい、うん、誰々がお金お金渡して払いたいみたいなのあるさ分かった分かったっつって開いたらその1000円しかなかったね、うん、で大人が出すとあれだけど子どもが出したら そそれはそれはほんわかすんのかなと思って出したのよ、うん、はいこの線しかなかったから、うん、でじゃレジ行ってちょっと遠巻きに見てたらなんか外国の方の、まあ、留学生の方かなうん、うん、がその線見てなんか「おーおおおじらしら」け。なんか <laughs> 偽物かもしれへんとかといや違うそっちじゃないあのなんかん ななななけなしの1000円なの円ねみたいお小遣いでじゃないけどさずっと握りしめてたああお前から撮るシーンは見てないわけねそうそう見てないから,、うん、だからそれはそれで逆に変なしちゃったんだけどなんかそういう出しにくいお金は子供に取らした方がいいな<笑><笑>その状況がなかなかないからなあそうですかお店やってるからかな釣り線とかで,でいっぱいありますよ まあ状態が悪いお札あすぐまあ銀行に入れますけどなかなかねあな,いんだないなな。お店やってるあるある,あるかもね信じられん色の100円とかもありますよよく<笑><笑>どこに置いてたわとかどっから見つけたわとかう、うん、そう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 。 だかからなんかガナハベースだったらこのお金出したろうみたいなのがあるんだろうな。<laughs> 知らんけどガナハベースっていう、ま、<laughs> お店だからな。破れてるとかもあるからね。お金はお金っていう。そういうのもありましたね、うん。たけしーさんからツイキャスで、うん、うちの近くのくら寿司はいつも行列なので行く気がしません。だからさ、もう100円寿司はみんな行列よ。ほんと行列。ほんとやね。バカじゃないかなって思います。バカじゃないかなって思う。ほんとに。<laughs> バカではないよ <laughs>。いや、俺ほんと思うんですよ。あの あ、そんなにっていやでもうまいんだよなうまいっていうか快適というか、うん、楽ちんというかもう子供がマックスで喜んでくれるからああ<ー>はい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 もうお腹いっぱいの状態でもいとかせば多分満足だと思う子供たちああ<ー> <laughs> いや遊びに行く感覚にも近いわけ嫌 <laughs> だよそれはあれは ピンポ,ポチポチ押してさ自分が食べたいのが来るでしょ、うん、で来たんで私が取る俺が取るとかってやり取りもあったりするわけあああるねもう遊ぶポイントもいっぱいあるわけねそう何枚食べたまたあのはま寿司なのかなはま寿司くら、えー、寿司寿司郎とチェーン店ではありますねくら、はい、寿司はま寿司の,あのモニターの声が今かまど炭治郎なんですよあそううあ,あそうなんだあそう荒井さんが言ってたそうだそうだ そういうのもねもう取り合いならうんだから並ぶよだから本当、俺もよく並ぶんだけど同級生には見られたくない並んでる姿を家族で前好きだった人とかだろあいやいやいや春栄とかに見つけたんでなんか嫌 CM だ CM いくぞ mm-hmm ージンアワ生放送でお届けしてます。はい、はい、ちょっとだけお寿司続きますけど。はい。なんかほら、今アプリで予約みたいなのもできたりするじゃないですか。そうですね。はい、そういうのも使ったりするんですか。あ、全然使います。とりあえず行ってみたりみたいな感じ。いや、もう使いますね。はま寿司ははま寿司か。はま寿司、はま寿司、なんていうの。もうよ、店舗ごとのアプリじゃないよな。はま寿司のアプリだから。うん。えっと、このはま寿司のアプリから、えっと、何々店のはま寿司。 何々どこどこ店の浜寿司って選んでそっから予約できるんだよなそうそう。最寄りのじゃない。うん、やっぱもうそういうアプリを使った上でさらにその人たちでちょっと混雑してるとこもあるだろうから、うん、もうフリーで行くとかっていうのがもう無理無理っていうかさ。だからんでる時間もうおじいとかが笑あの孫連れて。 コの,の字の,あの待合席でさ <laughs> 待ってるのを若者若者じゃないけどさ、うん、こう俺我々が。うん、かるあの小の字のさ 壁沿いお互い壁沿いの時向かい側が若いカップルとかだったらあんま見られたくない <laughs> <laughs>、まあ、俺は子供いるからいや子供連れなんですよみたいな感じするけど、ね、そうだからそあそこをさ風邪を切るように「うん、はあ予約番号予約しといてよかった」って言ったらおじいとかが「ああ,あ,あ <laughs> っああっああてなるんだあ,あ,あ,あっていうように感じる。うんうん あもう見ないようにはしてるけどいやお,お年寄りとかそのシステムうまいこと分からんからそうちょっとかわいそうだよねなんで後から切ってるお前らが我々より先に入ってんだって何で、ね、お年寄りはもう先入れてあげていいと思うわけどな特に孫を連れてたらだからな、うん、大変だぜだからな、うん、若いやつはパテってパテ出るからさ<ー>全然いいですよなんかおじいライセンスみたいので、ね、いいよなお,前おじいライセンスありだと思う <laughs> ね寿司なんてね,うね寿司ね、うん、先輩 あとくら寿司僕一回も行ったことないですね無添加お寿司屋さんでしたっけくら寿司があのお皿5皿でああこれも子供がたまらんこれそうあと2皿とかの時とかさ <laughs> 食べたくないのに10皿食べたら2回できるの二回でもなかなか当たらんよえ当たらないって何当たるえのこんなのってバンバン当たりそうさ え、どういうこと、どういうこと、何が当たるの?。このガチャガチャが、ガチャ券、ご、ご皿で、まず。ガチャガチャ権利が。のそ,うそう、ルそう、そう。タブレットみたいなのがあって。タブレットで、ね、で、それで当たると、ガチャガチャが回せる。回せるとか、もう、ごろごろ。景品が出てくるのよ、ちっちゃいおもちゃみたいなのは。あ、そのおもちゃが、なかなか当たらんない。当たらない。ええ<ー>。五回に一回ぐらいじゃないかな。当たる方やん、ね、じゃん。お前、五、ええ、回に一回って、お前五回やるのに、何皿、多分、二十五枚食べないといけないんよ。二十五皿。てか。 いやでも何目的かにもよるからな今日はおもちゃ絶対取るぞっていうモチベーションだったらだ <laughs> ただね家族で行くと1回ぐらいは当たるようになってるのがまたなんかいやらしいというか1回ぐらいはこう成功体験させるのがね,ね僕はねスシローにもっぱら行きますねスシローは何あれなしねこのお皿なしねお皿とかなかったと普通のはま寿司系ねはま、うん、寿司系スシ、うん、ローはね なんか特別あったかな一応でもうまいんだよな、まあ、子供にキャッチーな企画あったっけな最近行ってないか分かんないな最近はまず知ったらその炭治郎だったんですよいいなそれいいなえあの塚かんのマックあるじゃないですか塚山んの新都心のマック,マックはいあのスターバックスとかがあるそうそう,そう新しい通りのね新都心塚山んの新都心のマック塚かんの新都心はいはいはいのマックってさのお年寄り多いわけ買ったわけよ、うん、D 字絡んでこない いやわからん。行かないからな。俺あマック行かないんだ。なかなか行かない。行ってもドライブスルーだなあ。マジでえ、うん、マックも今便利なんですよ。和尚さん、うん、あのアプリであなんか戻ってく paypay であ。それも10%ぐらい、うん、返ってくるんだけど、アプリで先に注文しといてまあ、店内に取りに行けば。 テム、うん、もう先にオーダーしておくってことねそう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 ,そうだおうから出るまたおじおばー,ーが損するシステム <laughs> だからおじおばー,ーが店内にいっぱいいるわけよ損してや、うん、それでだからこの時も子供四4名連れてマック行って出かけようかああそうだそうそれこそ家康行く前だ、うん、でなんか同じ絡み方何回もされてまず 一番下の三女が、はい、あのブーブーブーってこう飲み物欲しい時のやつブーブーブーって言ってたらなんか後ろにいたおじいが同じ言い方で「ブーブーブー」いいじゃない和やかじゃないのなバカにしてるのかお前いやしてないしてないよ <laughs> ででなんかあの「双子ね」って言ってお 曲がやと思って <laughs> 怖いお前 <laughs> めちゃめちゃ育児ストレスたまってるな大変でねもうピリピリしてたね、うん、でまたしばらく数分後あのまたブーブー言ってたらあのこのおばあちゃんがブーブー <laughs> <laughs> いやいいじゃない,よ <laughs> いやバカにしてるな <laughs> <前>してないしてななおじいおばあは子供好きなのよ <laughs> で双子ね <laughs> <laughs> 違います <laughs> 全然双子じゃないです <laughs> 知らんふり,りはできんだろ <laughs> お前あの距離は知らんふりできんぜよお前あっツイキャスがちょっと切れたりクリアに聞こえなかったり今は聞こえてるのかなだったりしているそうですちょっとご迷惑をおかけしております配信の画質をちょっと落としてみようかなちょっと考えますね<ー><の>なるほど今こっちでは高画質配信っていうのでやってるんですよ、はい、もしかしかたらそれが 混んでる時間帯はネックになってるかもしれないんで少し考えてみますね。確かに途切れ途切れは集中力切れるからね。嫌だよね。えとこやバギー A 型さん。バギーさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。小学校の床は自分もそう思ったことあります。あ硬いって。いつも靴で歩いているところ、そこが薄いスリッパとかであるからじゃないのかな。ああ履き替えて。にしてはスリッパも薄すぎると思う。あの学校の緑色の。 あ赤茶色とかもあるやつや赤茶色もあるやつ便所 <laughs> <laughs> スリッパみたいなやつねうん、うん、そう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 、うん、はいじゃあメールも紹介していきましょうかあのスリッパ大きいサイズなくないえそうかい緑のスリッパ全部ちっちゃいイメージなんだけどああそうだねあの女のおしゃれ靴下ぐらいのみたいなあの足の指しかやらん靴下かかとがほとんど出ちゃうんだよ、ね、あのスリッパわかるわなんでだろうね<ぁ>平均サイズがね おかしいよなビッグサイズではないな、うんえー、あやむくんブーブくん大城くまさんリスナーさんこんばんはこんばんばは山梨県ラジオネームヒカルですヒカルさんありがとうございます久しぶりのメールですはい、えー、オリジンライブお疲れ様でしたああお疲れ様でしたまあ先々週ぐらいですかね今回ついに <laughs> オンラインチケットで購入してみましたいやーありがたいや山形や、えー、オリジンアワーリスナーになって、はい、ようやく初参加できたし ノーブレーキのネタうちな口でやるとは思わなくてびっくりしたけどああ、はいはい、だいたい言葉の意味がわかり<ー>楽しく見れましたありがとうございますあとよかった罰ゲームのコーナー大変だったようですが大笑いして楽しいライブでした、うんえー、嬉しいまた今月以降もオンラインチケットを買って参加しようと思いますありがたいもん、えー、初参加できてよかったですではまたメールしますということでありがとうございますありがとうございます なんかオンラインライブの評判もなかなか良くてね今後これでやってくださいみたいなだかからねね、うん、いいかも、ね、意見があって、うん、それ何でねデータとかしっかり見れるらしいんですよ。で今あの統括してるリーダーのシリのすけく君が、うん、そのアンケートとかをまとめて僕らの全体ラインに載せてくれたんですけど結構年齢層とか細かく見れるなっていうところで。 このオンラインライブは事前になんかチケットを購入してっていうそうそうですね。で最近、ねあの、ノーブレイキのノーブレチャンネルっていう、ねうん、YouTube でノーブレイキのノーブレチャンネルっていうのを YouTube でやってるんですけどもインタラクトっていうのかな要は何名の方がこう見てて何時間ぐらい見ててとか。うん そのいろいろ細かくデータが分かる仕組みがあるんですよ、はい、YouTube って、うん、でそれをこう見れるようにした,なしたんです、僕、まだそれ見れてないですけど、いろいろ細かく出るんですよ、どこから来た人が多いとか、へ<ー>ちなみにあの Twitter から来てる人が58%、あはー外部総数としては。 え上位の外部ソースとしてツイッターから見に来てくれる方が58%でお知らせする価値は大いにあるので,でフェイスブックが24%で検索キーワードが1位がノーブレーキうんうん 2> で2位がまあボートレース,ーレース <laughs> で検索した方がこういうのを <へー S 1> 見てるよということも分かるんですよ。 で、えーまあ、上位なのが最近アップしたブーブーの子供あーブ,ーブーの,子供のゆ夢を YouTube デビューの夢を叶えようっていうのがこうなんていうのと誘導率が高いみたいなのだったりとかっていう中でそんなのも,分かるんだもっともっとパソコンとかで見たらもっと細かく見れたりするんでしょうけどうこれを参考に、まあうん、YouTuber の皆さんは。 じゃあこうしようこうしようとか作戦を立ててるわけだと思うんですが、もうびっくりしたのが、うん、あの視聴者層っていうのを見たらはいあそれもそうか登録でわかるんか視聴者層っていうのを見たらですねもうねあのー、男性女性の比率があるんですけどはい <laughs> すごいですよ男性100%女性ゼロですえーえー、<laughs> こんなことあるそんなことないんじゃない いややででも出ててるんですよこうやって視聴したそう<ー>だからか、これ、<laughs> いや、あの俺、ずーっと思ってるのがあって、まずいぞと、子供も使,使うって言ったらあれですけど、子供と一緒にやる系は絶対にバズると僕、思ってたんです、バズるというか、ある程度再生回数つくで、自信持っていいものをやってるけど、うん、実は面白いしね、われわれの子供が出てる回が再生回数低いの分かるそうなのよ、そうなのよ。 でボートレース界が結構上だったりするんですよ。だ <laughs> だからだよであ、これはもしかしたら、満たないかもしれない、このスカウントに、この100%、0%っていうのはいくらなんでもないと思うから、うん、女性の方見てると思うけど、なんていうのこの統計の計算にまず入らない数の女性、本当<ー>、もうほ,ほぼほぼ100%男性、女性0っていうこんなこと、ね、数字が出てて、あと面白いのが、年齢が。 13歳から17歳18歳から24歳とか、うんえー、上が65歳以上とかあるんですけど、うん、25歳から34歳が80%ントだ。もうほぼほぼ僕らと同い年の人間が見てくれてるんですよ、うん、ああじゃあその人たちに向けたものにしないと今はいけないんだそうだどっちかというとそこに特化したあのものを作るか逆に女性向けもっと増やすかねこのそこをないところ頑張るかいやだびえっえ 女性ゼロってやばくないやばいよノーブレーキってだってオリジンでもイケメンコンビでやってきてるわけでしょだからかすぐやそうなんかすぐ突っ込んだりそうなんかねえ俺もモテようと思って一応お笑い芸人やったからさそう俺もそうなのでもあのほらえと例えばアカウントとか作ってる人が必ずしも正しく書いてるわけじゃなかったりとかあとはそのお父さんのアカウントで 別にねあー見たりとかねそう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 だとしてもでしょだから18歳から24歳の視聴率がゼロパーですそりゃそうだよなってなったわけよ俺10代ならともかく今のこのお笑いの仕事ぶりとかもそりゃそうだよなって思ったわけよ若い子目めめがけてなのか もっと今ある、いや、長所を伸ばすべきだとは僕は思うよ、ううただやっぱり、18歳、24歳にも、ちょっとは届いてほしいの <laughs> かるわかる、<laughs> いや、でも今はほら、スタンスとしては、全世代、全性別に向けて今作ってるわけでしょ、のつもりでやってるさ、その結果が 100, 100男でしょ。<laughs> 男の同級生を <laughs> <laughs> 同同年年代代な男のかちょっ,と先輩っちテーマーテーマだなサイトのテーマいや面白かったなこれ家で見てこれはあの方向転換しないと間違いなくいけないと思います <laughs> そうですけどねもう特化してもいいと思いますだから俺とお前の嫁を水着で出すとか <laughs> それも百男のだからそれでいいよだからそれでいいよ その人たちがまたその人たちを呼ぶから <laughs> いや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 まあそういうデータが出てるんですよ面白いですねまあいいんじゃない男に受ける方がいいさいやにしてもここまでか100ゼロかとは思ったのよねだからな、うん、オリジンアワーのツイキャスは女性も聞いてくれてますよただ僕もオリジンアワーのツイキャスで今コメント流れてるのをパッと見計算でもじゃ男100っすね まあまあそうね男性の方が多いよねオリジンアワー聞いてる人がほぼ男性じゃないですか <laughs> いやそんなことないだろう <laughs> そんなことないだろううんただ女性に向けた有益な情報を出してる出した覚えがないからねだからね結局だ柱だよ <laughs> いや証拠がいた時は誰が喜ぶわこんなの証拠がいた時は少なからずその方向には 若干あったんじゃないあいや、まあ、まああ男性ののリスナーの方もいらっしゃるいや女性目線の話があったわけですが、今も翔子いなくなったから、女性の気持ち分かる人は一人もいないじゃない。たけしさんがツイキャスで、うん、FM 那覇の奈良社長が、えー、料理の YouTube チャンネルをやっていて、やはりこちらも女性ゼロでがっかりしてました。ああ、やっぱじゃあみんな嘘ついてるんじゃない登録時に。 <laughs> いやみんなではないと思う女性ゼロはないってそりゃだからその統計に満たない数だったってことじゃないですかいやでもあのこの間急にね YouTube 見てたらおすすめで出てきたのが、はい、その女性のあ配信者の方が、うん、あのこの、えー、だから空き物のチェックで、うん、これがおすすめみたいなのとかコーディネートみたいなのを説明してるやつがあるんだけど分かるかも。やっぱりそういういのを見 もう全くピンとこないわけうん、うん、見ても正直に言うと面白僕が面白くない、はいでね、だけどやっぱりすごい再生回数だし、はい、コメントもバーっていっぱいついてるかねなるほどだから、うん、やっぱ女性があの見るのの中にはやっぱりこう我々が思いもつかないあのジャンルみたいのがやっぱあるよなと思って、ね、女性が見るのはやっぱ男もちょっと見ると思うな八8人、うん、ぐらいになると思うけど 俺らのはもう男しか見ない。<laughs> だから、一 <laughs> <laughs> 回、じゃあこれで一回企画考えようよ。あ,あそうもうこの結果をもとに。それもそう思ってるのよ。で、やっぱオリジナルはもう女性いた方がやっぱ盛り上がるしねっていうことよね。YouTube も女性入れた方が。だトーマス・オーク、何してるあいつ、行ってないだろ東京。<laughs> 電話してみようぜ。<laughs> マジで。え、プライベートしてみるか電話はいいよ。電話は。いや、でもしてみたくない。 まあ、久しぶりにちょっと声聞きたいけど、うんうん、出てって言ったら出てくれるかなゲストで文禄、えー、さんから嫁は見てるってよアカウントの名前は違うけど <laughs> ほらだから <laughs> そうなのよ<ー>、うん、はいはいはい じゃあメールいきましょう。はい、ノーブレーキのアイムさん、ブーブーさん、大城久間さん、リスナーの皆さん、こんばんは。そして、お疲れ様です。特攻野郎、バギー A 型といいます。はい、バギーさん、ありがとうございます。先週も楽しいラジオ、ありがとうございました。いや、こちらこそすみません、聞いていただきたい。ライブ後のせいか、ブーブーさんはお疲れでしたかいやいや、そ2、3日経ってますから、全然ですよ。アイムさんのトークに差し込んでくる例えがことごとくずれてましたね、格好はね。えー、あ証拠取った。ところで、折り合わせ前は、<え>おもしもしはい。お久しぶり。 ちょっとお名前誰？もしも,ーしもしもし。もしもし。あ、はーい、聞こえてますよ。ちょっと自己紹介してごめん<え>急に電話して。自己紹介をもも自己紹介お願いしていい？いやいや KTM。KTM <laughs> <K TM 笑> 今何してるの？ あ,あ、ごめんね運転中にあ大丈夫止まってるあ止まってますイヤホンとかでやってんのかなあ今停止してるって今ごめんラジオ中に声聞きたくなってですですお久しぶりどんな東京とっても寒いんじゃない今 <laughs> ねえやっぱ東京寒いかですねえ東京寒いと思うよ行っていいよ <laughs> えっと町田です。町田町田。あのちょっと下町あたりを、あのこっちが想像しにくいところあいつ挙げてる。町田で何してたの？運転？人がすごいなんか冷たくて、あそうなんだ。大変ですねやっぱり。へえ。沖縄と違って。町田でどんな活動してる？なんか町田の地域のなんか。 <laughs> 地元 <laughs> 地元のやつだ。<laughs> 初代は。<laughs> 初, <laughs> 初代初代がもう嫌がってやめたやつだ。<laughs> 町おこしのために作ったやつですね。すねあ、はい、それオーディションとかして受かったんだ。そうですね。7000人くらいいましたよ。えー、<laughs> すごいな。多いな。町田のいいところじゃあ教えてもらっていい？町田があるとして。 まちのいいところはですね。なんかゴミの分別がしっかりしてます。いいね。地元の皆さんが協力的なしっかりしてるんだ。嘘つき。そうですね。もう一つは？もう一つは？ある？うんなんかマンションが綺麗ですね。そうなんだ。建築士の目線だと。本当はどこにいる？ いきなさい。<laughs> <laughs> <laughs> いつ行く、お前。<laughs> <は>もう何ヶ月経ってると思ってんの、やがて一年なるんじゃない,い,やいや。コロナもあるからね。ちょっとしばらくまた戻ってきたら。<laughs> あ。え、いいんですかね。いいんじゃない。発注するよ。<laughs> 個人事業主としてそうねあうちょっと「ノーブレーキー」今 YouTube チャンネルやってるからさそっちにも何かで1回ぐらい出てよ出てほしい見てますよ見てるはい何かであ,じゃあお前アカウント男で登録しててる <laughs> <laughs> あのの数字に出てないのよ<笑><笑>あ一応待って本当に「出て」って言ったら出れるのこっちラジオでも何でも YouTube でも 私全然何も入ってないので。はい、あ、そうか、事務所にね、入ってない。東京は今のところ、ま行く予定は今ないんだ、目処は立ってない。まだ。ないですね。そっか、いろいろあるもんな。今は、あの、恋愛してるので。あ。ええ、俺も。聞こうと思ったんだよ。ちょっと呼んでから聞こう、これ。呼ぼう、呼ぼう。これは、じゃ、あまた、本当詳しくは、おじさん。 あーはいえっ、ー、おじさんもうこんぐらいにしとこ、うん、あーもうまあいやいやあとは呼んでから聞こうあ今度は若い今度は若いって言い方、はい、えじゃあさとちゃんから比べて若いのかはいだ二十20代30代40代で言ったらあ三30代ですあおお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  いややっぱ祥子は掘り出し者だからね掘り出し者って言うんだよお前ほっとくやついないでしょうん宜野沢のんだいけに娘ですからね港町かごめんねんかもしかしたらデート中だったかもしれんからそろそろまた来てもらおう今度来こうじゃあ一回季節に一度のちょっとスペシャルですぐ入っていった方がいいよじゃあほんと連絡させるよ お願いします。秋山さんにお前のライバルのいや今今事務所通さなくて大丈夫だ。だ個人だよね。個人でいただいてもいいですか。はいはいじゃでも元気そうで良かったありがとう。よかった。ありがとうね。こちらこそ本当にああのおめでとうございますご出産とかいろいろ。あはいはい。ああいいいあのはい今度あ本当にお会いしたいです。ああもちろんです。だからね。はい。 じゃあじゃあクイズもいろいろ考えといてな。い,いやいや普通に呼べよ。負担をかけるなあんまり。<laughs> はーいじゃあね。ありがとうございます。は<ー>いごめんなさい急に。<ー>ありがとう。ほら二代目町田カール <laughs>。切るよ俺切ります。やっぱ面白いですね。面白かったな。面白いな。よく出るな。嘘がスラスラ出るね。女優ですね。大女優だこれはもう。<laughs> <本当 S 2> <laughs> いやなんかスペシャルな企画の予感が、ね、本人は出てくれるとは言いましたけども、まあ、それこそリップサービスなのか一応連絡はしてみましょうそうだね,ねもう毎週じゃあ一応コールはするわ毎<週>来て来てコールは <laughs> 毎週はか、ま、だから来れるあいつが来れる時にね、うん、あのブロックされるかもしれないおは <laughs> <laughs>、えー、こん,ばんにちは、はい、メールですノーブレイキ氏の YouTube 登録している女だけどなんでかなやっぱそのね カウントにまだろう、ね、いらないのかね圧倒的男子ってことなんじゃないですかねはいいやーでもありがとうございます、えー、ありがとうございます登録もありがとうございますえー、っとこちらこんにちは宮城家のお嬢です、はい、あお嬢さんありがとうございます早速ですが今日はノーブレイキさん大白熊さんに男性へのプレゼントについて相談がしたくてメールしましたはい<ー> 2>, 2週間後 沖縄が大好きな県外の方に会う予定があります沖縄が大好きな県外の方ねはいその際に何かお土産を渡したいのですあよくあるねこの方ねきっち行こうかこっちから行くこともあるか失礼失礼はい,はい、はい、その男性についてちょっと説明しますと、はい、32歳、はい、彼は恋人ではなく友達ですうんに2年ほど 離島に数年住んでいたあーもう沖縄通の方ってことね仕事の都合で県外に戻ることになった方うん、うん、調理しないといけない食べ物は NG 生物ダメってことですね、うん、はいはいはいこんな感じですあまり相手,に相手の負担にならないもので5000円以内かなと思ってあじゃあもうもうでもありますあります以前皆さんが話していた男の人はパンツもらうと嬉しいという話からうん 鶴亀本舗さんのボクサーパンツも見ていますあ<ー>、うん、あいいめちゃめちゃいいそれ決めれずにいます、うん、オークリーや、えー、ビ,ラビ,ビラボンの沖縄限定 T シャツとかもいいのかなああ T シャツね食べたらなくなるようなお菓子がいいのでしょうかどうかアドバイスをいただければと思いますよろしくお願いします5000も予算あったら泡盛とかでもねでもお嬢さんこれあのー、好きなんじゃないですか こ,こまでね思ってそうだよ、ね、あでも分からんまあでも逆によくしてもらったかもしれんしね男のだから勝手にこういうのされると俺は好きと思っちゃうなそうパンツなんてもらった日にはな、うん、好き好きもうな OK なんだって思うよな県外の方に会う予定があって、うん、仕事の都合で県外に戻ることになっただから沖縄に住んでた人がね、うんまあ、基本的にはまあなんていうの今後この宮城家のお嬢さんとなんかつなが、うん 直接的なつながりはあったりとかっていうことはないわけですね。宮城宮城にいるってことでしょう。宮城県じゃないですかね。宮城県のお嬢あ、宮城県宮城宮城県宮城宮城宮城あ、宮城家さん長浜家大城家。宮城家か。でもこの宮城さんも宮城家さんも多分内知宮城県の方かも話かもしれないね。違だからえっと沖縄でずっと仲良く友達になってたけどこの人が内地に帰るってことでじゃあ沖縄のお土産これ持って帰ってってことでしょ。 多分いや違いますよ。えあああパパリック、パリック、パリック。<laughs> <え>まあまあ、あとりあえずお土産を決めていきな内地の方うすればいいす。<laughs> で、さっきの詳細、<laughs> 生ものはだめ、離島に住んでた。うん。あパンツ、T シャツいいんじゃないですか、うん、さっきあるあるって言ったら何なのあだから泡盛です。うん。2>, うん、2年ほど住んでたってことは、いわゆるパッと分かりやすい沖縄のものはもう一うそり経験してるから。ね。 い,い,かもしれい,いらないというわけではないけど他のがいいのかもしれない、ね、だこっちでしか買えない青森とかあるでしょあっちで買ったらめちゃめちゃ高いとか花笠とか花とかお前 <laughs> 帽子邪魔だろお前空港でお前 <laughs> カバンにも入らんなんで冗談さわかるよ <laughs> 服はいい,いいなと思うんですけど、うん、例えばその男性にパートナーがいた時にな,なんか下,これ下着もらったよって言ったら えみたいな感じになって<ー>ちょっとこのややこしいことにならないかなとも思いますけどねでも僕あのこの「鶴亀本舗」っていうね新しく出てるあのデザインぼ、えー、下着屋さんとってもいいですお土産にならない方がいいしねああ<物>沖縄観光のテーマでもあるね今も真新しいお土産が出てないってことなの、ね、これ悩んでるってことはそうだねジ<ー>、うん、ンスコーダメでしょサーターアンダギーダメでしょ まあダメというか、うん、沖縄そばセットみたいなのもダメでしょまあダメというか <laughs> 全部ダメではないよ別全然人形もででしょありだけどシーサーなんて一番寒いわけだから寒くはないけどだからまあ新しくはない<ー>よね CD とか安室奈美恵の CD とかダメでも見ますか <laughs> <laughs> あディアマンテスのベストアルバムとか,、ね、<laughs> とか CD とかもいいんじゃないですか <laughs> う<ん>いいんじゃないディアマンテスのベストアルバムそうだな あと、はい、いいと思ういいと思うシャツとかでもいいんじゃないかなと思うけど T、ね、シ,シャツ、うん、気軽に着れるしカーシーいやシャツこそシャツ着ないっすよ意外と男ああまあ部屋,部屋着にでも何がいいかなんなんだろうね自分では買わないけどもらったら嬉しいものですよシーサーがこう握ってる耳かきとかは いやあ爪切りとかいいんじゃない沖縄っぽい爪切りとかあるか分からんけどわサイコパス <laughs>、えー、今のサイコパスサイコパスですねす <laughs> <ー>プレゼントお前じゃあ女の人爪切りあだから爪切りもらったら嬉しいかだから、えー、っと爪切りなんていつも使うでしょでおしゃれにも100均とかで済ませるわけでしょ うう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  帽子もいいと思うさでいい帽子っていうかかぶり物っていうかんて言えばいいんだろうタオルああタオルなハンドタオルとかなオリオンって書いてあるやつだろ僕はあのじゃ僕先にとこうハブボックスわかりますとか で出てるそういうまあタオルとかあとはなんかポロユシっていうちょっとかりゆしアとポロシャツ混ぜたようなのがあったりするんでそういうのどうかなと思いますえー、なんだろうね CD もあるよね <laughs> 沖縄出身 CD 詰め合わせパック <laughs> あじゃあオリジンアワー火曜日のポッドキャストデータは <laughs> <laughs> USB に出品 USB に、ね、<laughs> 旅の帰りの飛行機で聞いてね <laughs> こんな人いるんです今ね。沖縄ね、えー。ハーブ州とかもね、まあでも沖縄にいたっていうところがまたね、ちょっとネックになるところよね。もう T シャツマスクあマスクとかマスク沖縄っぽいマスクあ,<ー>あいくつか出てるよね、うん、でも柄のビンガでもいいし。うんうんうん。五千円もあればね、いいもん買えますよ、ね。買えるでしょうね。うんうん、マスクいいね。もうマスクももう一生もんですから。 ハンカチとかも女性気にするかなパートナーさんいたら。あ誰からもらったのって、うん、ハンカチ。ハンケチとも言うわ。<laughs> 言わない言わない。ハンケチって言う人もういないよ。年配の方。<laughs> ハンケチとは言わんハンケチとは言わんけど、ハンケチね。ガナベのタンブラーはって書いてるよある。ああ、おすすめです。文禄 <laughs> さん、琉球柄の天がとかないかなって書いてますね。天が <laughs> はね。 シコリーヌさんでしたっけこれ <laughs>。シコ柱さんあ。あシコ柱さんか。一<市>の方。一の。琉球天狗。琉球天狗。ドラドラゴンの形ドラゴンがくるくる巻いてるんだろう、ね。いやもういいよ。天狗<ン>に <laughs>、えー。えご本蛇さんから指が抜けない蛇みたいなやつは。<laughs> <laughs> あれいいね、はい。あれいいね。おもちゃね。あれわらみたいなやつ、ねうん。はいはい。 あーいらんいらん <laughs> あの貝殻がついてる電球は <laughs> あいらんいらん,いらんそんなのソケットにさしてからかはいはいはいあるなあれをだから1個100円ぐらいだから50個 <laughs> いらんいらんそんなにいらんいらん,いらん 2>, <laughs> 2つでいい、3つでいいかなあ,あいいねいいね何があるかな何があるかな何があるか沖縄だからな貝殻とかでもいいんじゃない本当の話あの海に行って <laughs> この宮城県のお嬢は沖縄の方 宮城県だから、宮城さんだから、それ沖縄っぽいんじゃないそれが宮城県だから、たぶん、オモニーの話した方じゃなかったでしたっけそうそうそう、古くはね。最初、それで相談があった方。じゃあ、このプレゼントについて、また来週。いい、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 いいいいの出たよ、もう。ちょっと熟考してみこんな長くやるもんじゃない。いいので、今言ったのから参考にしてください。はい、それではまた来週、プレゼントについて。いやもうやらないです。ありがとうございます。